人気アニメの代表作、ドラえもん。人気作品であるがゆえに、多くの都市伝説が存在する中で、特に有名な話が、幻の回、行かなきゃである。この作品は、作中に、のび太が行かなきゃという言葉しか言わないシンプルなものであるが、このストーリーの背景には、なんとも悲しい逸話が隠されているのをご存知だろうか。この幻の回、行かなきゃのあらすじを説明しよう。この回のドラえもんは、真っ暗な画面の中に、のび太が何も話すことなく、ずっとのび太の後ろ姿だけを淡々と流しているのである。そして10分くらいその映像が流れた直後に、のび太が突然振り返り、行かなきゃと言って放送は終了。というのがドラえもんの幻の回の概要である。幻の回、行かなきゃに隠されたメッセージには様々な説がある。最も有力なのが原作者藤子 F 氏が亡くなったことに深く関係しているという説だ。その理由はこの幻の回の放送日、これがドラえもんの生みの親藤子 F 氏が亡くなった日のなのだ。しかもこの回、のび太の声ではなく藤子 F 氏本人の声だったという。こんな事情からも藤子 F 氏の死に何かしら関係しているのではという声も多いが、その真偽は定かではない。この幻の回が放送された日、一人や二人が見たと言って騒いだぐらいでは、ここまで大きな都市伝説にはならなかっただろう。しかし、あまりにも目撃情報が多く、テレビ局が藤子 F 氏への追悼の意を込めて放映したのではとの説もある。藤子 F 氏が亡くなったのは1996年9月23日。この放送がされたのがまさにその日なのだ。しかも、テレビ局でニュースになったのはその翌日、9月23日にこの行かなきゃが放映されているのであれば、ニュースで藤子 F 氏の死去が取り上げる前に放映されたということで、偶然にしては少々行き過ぎている。しかし、この回には不可思議な点がいくつも存在し、この放映が実際にどういう意図を含んでいるのかは我々一般人にはわからない。もしかしたら真実は藤子 F 氏のみが知るのかもしれない。都市伝説として語り継がれている幻の回、行かなきゃ、その動画は存在するのか。その答えは存在しないである。この幻の回が放映された後、たくさんの人が見たと話題になったが、今のところ動画自体は存在しない。証言をもとにした再現動画はいくつかネット上に放映されてはいるが、実在の映像はどこにも出回っていないのが現状。よってこの都市伝説は確認しようがないのだ。